鬼ってさ、悪くでも。見えない。だから目に。なんか。ね。この辺り、ひび。犬に。だ。マス。この子じゃないかな。バンダナしてるし。お前本当に鬼。鬼の居場所を探してくる。こいつら、なんでこんなところに。あいつら、人形を守れ。これで終わりみたいだな。鬼を呼んでもらおうぜ。もう大丈夫だよ。うわっ、本当に鬼だ。襲われたのはお前の持つ力のせいだ。僕たちのことを信用してほしい。こんなところにありやがった。
場所、森林公園だな。何をやってるのか知らないが、急いだ方が良さそうだ。ああ。森林公園は北にある。行けるところまで行ってみようか。よし、お食べ。トイレがどうしたの？公園のトイレにいつも人が入ってて、しかもずっとこの世のものとも思えない声がしてて。何かあるかもしれないね。悪霊かな。トイレかよ。気が進まねえ仕事だな。すごく悔いを残したんだろうね。にはクルー採用のリンクもございます。皆様のご応募お待ちしております。ニンニン。公園のトイレにいつも人が入ってて、トイレが。だけ紙を使う気だよ。まあまあ、悔いがなくなるまで使ってもらおうよ。吹きすぎだろ。ありがとうございます。これでもう思い残すことはありません。あのままだったら死んでも死にきれないもんね。気持ちはわかるよ。最初に紙があるか確認しとけよ。たく。あ、これでようやくトイレに行けますね。ということはお前も悔いはなくなったんじゃないか。あ、本当だ。一匹狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろ。え？ああ、ごめんなさい。あなたじゃないわ。あなたの中の彼に言ってるの。リンコか。お互いくたばり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。霧の発生源は千石センタービルの奥にある。え？
ずいぶん親切だな。お世辞はいいわ。急ぎなさい。血が拍子抜けするぐらいだ。親切なのがそんなにおかしいのか。ああ、おかしいぞ。見てくれよ、一本だけ赤い桜が咲いてるだろ。本当だ、赤い桜なんて初めて見た。こんな時期に桜が咲くなんて。あの赤い桜も以前は普通の桜だったんだ。なのに年中赤い花を咲かせるようになって、それ以来他の桜は咲かなくなってしまった。俺の桜がどうしてこんなことに。おそらく血を吸って赤くなったんだろう。血？根元に死体でも埋まってるの？ああ、埋められた奴の怨念が桜を怪我してるんだ。払うまで他の桜は咲かないだろう。頼む、俺の桜を助けてやってくれないか。桜を直すのは庭師には荷が重いな。桜の汚れを払うぞ。うわ、満開だ。いい景色だな。久しぶりに俺の桜を見れたよ。綺麗な桜ですね。ああ、この桜だけは変わらず咲いていてほしいよ。桜を見せてくれてありがとう。
番かよ。胸くそ悪いな。後ろめたいことでもしたのか。このビルだな。入り口を探すか。これで助けられる。いるみたいだな。ダメだ、開かない。いいこと教えてやろうか。意外と空き巣は上の階が多いんだぜ。上か。
あそこから入れそうだな。どこかにリンコがいるはずだ。とりあえず下に行くか。ドローカルの新聞社ってとこだな。これ、リンコさんのことが書いてある。研究者とかだったからな。エドもそうだ。リンコたちと出会った事件だ。その時に仲間になったの？ああ、俺が適合者だったからな。おそらくお前もお前の妹もだ。だから巻き込まれちまったんだよ。壊れてるのか。開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっているぞ。これだな。ここも閉まっているな。コードの先に操作盤があるはずだ。こんなところに。奥に部屋があったのか。よし、いいぞ、うまくやったな。シャッターが開いたようだな。リンコは下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。リンコは俺と会う前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。
手に負えない数だな。喜べ。無茶言うな。エーテルに適合したからだっていうのは、他の人間には見えないものが見えるんだ。いわゆる原子ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば見てしまうもんなんだよ。どうなっているんですか？あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊せば。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。まるで待ち構えていたみたいだな。死んでも変わらねえな。それはお互い様。喧嘩してる場合じゃない。ケイケ、今はリンコさんを守らなきゃ。分かったよ。やってやがった。気をつけろ。
う十分頑張ってるっての。敵がいるとなぜ言わなかった？この装置がある限り、私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんなまでは二度とするな。ケーケー、先を急がなきゃ。そうね、気をつけてね。あの、リンコさん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。大人げないよ。ガキのくせに俺に説教するな。なら、ガキに説教させないでくれよ。KK、リンコさんと何があったんだ？あいつのせいで俺たちは失敗したんだ。今さら顔を出すのも気に食わねえ。やるしかねえな。これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ。それくらい当然だ。鳥居が見えるようになっているはずだ。探すぞ。今のお前なら新しい技を習得できそうだな。
なんだろこれ。あれだな。よし、浄化しようぜ。おいおいおい、結界が。考えればわかることか。皮肉はいい。閉じ込められる前にここから出よう。結界の要になっているものがあるはずだ。探せ。お、筋がいいぞ。まず一つだ。この調子で行こうぜ。停止しろ。結界の要の場所をあぶり出せ。初め結界が仕掛けられていたのかよ。できすぎだぜ。
二つ。完成にどれくらいかかりそう？まだ大丈夫だ。結界を破ることに集中しろ。結界が消えない。まだあるはずだ。こいつで最後か。おい、さっきから後手に回ってばかりだぜ。凛子さんを疑ってるのか？ああ、疑ってるぜ。凛子に何があったか知りたい。印の色が違う公衆電話を探せ。直接江戸につながる電話だ。それと使うにはテレホンカードが必要だ。それも探す必要がある。これじゃない。印の色が違うものを探せ。こちらから連絡が取れるように特別な公衆電話を用意しておいた。使うとは思わなかったけどな。なんでわざわざテレホンカードなんか必要なんだよ。江戸の趣味だと飲みに行け。まだどこかにいるはずだ。よし、渡部、慌てず。どこか、何か知って。
連れ去られるぞ。他のは。そったれ。敵が増えたぞ。だったぞ。あった、まだ使う人いるんだ。古い人間に感謝しろよ。印が白い。これは違う。印の色が違う？ああ、これだ。悪いが今は手が離せない。想定外のことが多すぎてね。なので現状の報告だけ行う。作戦通り渋谷から離れることができたのは僕とデイルだけだ。他のメンバーとは地蔵通り近くの駐車場ではぐれてしまった。 KK は死んだと思っていたが、転送装置から魂が送られてくることを考えると生きているかもしれない。以上だ。
ったく人間嫌いめ。地蔵通りの駐車場か。江戸たちが待機していた場所だな。行ってみるぞ。そう、なんとかしようぜ。何か落ちてる。教えてくれ。僕たちも探してみる。俺たちがうまくいかなかった理由がわかるだろ。渋谷駅に行くぞ。俺たちが連絡用に使っていたコインロッカーがある。リンクはそこに何か入れたみたいだ。
買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。コツをつかんだみたいだな。